まだまだ溝、ああもうどうでしょうね、まだもう1年使えるのかな、これスリップサインの半分ぐらいかな。でもね、製造年月日が分かんないんですよね、これね。ちょっと分かる人ら教えてください。見づらいかな。韓国製なんで、日本の表示とはちょっと違うのかもしれないんですよね。どの辺に書いてあるかちょっと分からないので。これかな。はい、ブレーキオイルのキャップを開けてね、これ半年、車検から半年点検したんですけど、ブレーキオイルこれ入ってるのかな、ねえ、ちょっとよく見えない。ちょっとパッ、なんだ、キャリパーを押せばね、上がってくるでしょうから、ちょっと確認してみます、ね、さあどうかな。パッドはあるね。パッドは十分。2つと。こんな感じですね。一回用意したのがハイパーブレーキパッド。ヤフーショッピングで買ってみました。こんな感じ。こんな感じ。NTB こんな感じですね。厚さもほとんど、あ、まあ減ってるった減ってるか、ね、厚さもちょっと減ってるってば減ってますね。はい、交換しちゃいます、ね、よっ。そういうことですね。よし。で、ちょっとこれ掃除しちゃいます。よし。これとこれが、ね、一緒なんで、まずはこれを、わかんなくなっちゃう、困るんで。よいしょ。よし。開いてるね。で、これを。うん、出てこない。一応ね、これ、来たこないやつ。ほら、半分。手で良くないけどね、とりあえずちょっと、薄くね。薄くなって。終わりと。で、パッ、ピストンが当たるとこにも、ね、で、ピッピッピッと、うん、一つ終わり。よし。バイク用でなんとかなるかな。よし、いきますね。で、ピストンを戻して、お、え、なんとかなんない。さあどうしよう。2枚挟んでの、失敗。はい、戻りました。あとはパッドを入れていきます。
なんか入ってないねこれ。まあ2個だからいいんですけどね。あ、多いかなこれ。大丈夫か。伸ばして伸ばして伸ばしてね。おお、元気。じゃあ、ちょっと多いからこっちにつけちゃう。伸ばして伸ばして伸ばしてこっちにつけて伸ばして伸ばして伸ばしてこっちにつけて、よし、足んない分はね、よしよっ、で入りました、ね、でこっちのパッドのとこに、ちょっとあんまりつけていけないからね。こうやってもよし、ちょっとオイルは取っちゃおう。できました。で、もう一つこういうことですね。で、これでちょっと見づらいな、入るかな、入んない、よし、うわ、ちょっと触っちゃったね。で、戻して、どれかな、あれ、落ちた、オッケー、よし、OK、はい、できました。で、もう一回確認ね。あれあれダメじゃない、これもう一度です、うん、はい、元に戻しました。ちゃんと入った、金具もちゃんとついてますね。 OK です。はあ、とりあえず片方終わり。あとは反対側もやっちゃいます。で、ついでに今スタッドレス履いてるんで、これを、夏タイヤに変えちゃいます。もう雪降らないでしょ。ということで、こうちゃん交換しちゃいます。